テキストの背景にこういった図形を入れるやり方、大きく2つあるんです。そのやり方を今回は端的に分かりやすく、とっても簡単に綺麗にパパッとチュッとやり方ご説明していきます。レッツゴー。それでは完成形見せます。はい、こういったテキストの背景ついてるバージョン1つ目、はい、2つ目、なんかねちょっと可愛らしいパップな感じ。1個目はすごい白に赤文字でね、こっちは黄色にオレンジで可愛らしい感じで、3つ目がこういった、はい、赤い背景にずーっとね赤い背景がある上に白いテキストがある、これのやり方を今回は、ご説明していきます。大きくテキストの背景をつけるやり方、大きく2つあります。はい、まずこういった映像を準備した上でテキストを入れていきますと。でコマンド T もしくはね左のツールパネルから横書き文字ツールでテキストをまず作ってください。ここでこちらはザマミの、こちらザマミです、はい、こういったテロップを作ったとします。で、中央揃え、まあ、過去にねテロップに関してテキストに関しての作り方詳しく説明している動画があるので、今回のを踏まえてより詳しく知りたいという方はそちらご覧ください。でこういった、テロップを作った上で、まあ、もちろんフォントも変えることができます、まあ、ご自由にそこは変えていってください。で、僕はひらぎの覚悟 W7 にした上で、じゃあ画面の下にこうやって配置させます。でまあ、この状態でもいいんだけれども、今回この動画を見てるあなたはこの文字の背景をつけたいという意味で、ね、つけたいと思って見てると思うので、はい、そのやり方1個目、こちら、テキストのレイヤークリックしてエッセンシャルグラフィックスのウィンドウを出して、こちらの選択した上でアピアランスの背景をチェック入れる。そうするとテロップに背景ができます。でこのエッセンシャルグラフィックス表示されてない方はウィンドウからエッセンシャルグラフィックスを選んでウィンドウを出してください。で、ここで一番3つ項目あるんですけれども、一番上が不透明度、ちょっとね背景黒だから分かりにくいね、どうしようかな、じゃあ青にしようかな、はい、こうすると分かりやすい。100が透明ではない、0が透明ですという状態です。なのでここでこの透過具合を調整することができます。2つ目がこれ領域ですね、はい、数値が多ければ多いほど中心地点からこのように背景の領域が広がっていく。で3つ目がこれ角丸にするかしないかです。はい、可愛くしたいならこうやって角丸をつけてあげると可愛らしくなりますというのが1つ目の背景の作り方、まあ、やり方のご紹介です。で僕が先ほどお見せしたこちらのやり方ですね、これどうやってやってるのかって話なんですけど、テキストとシェイプレイヤーというものを2つ用意しています。はい、同じようにじゃあテキスト、こちら用いて背景は消します。最初の白いテキストの状態に戻しまして、ここからそしたら左側のツールパネルに長方形ツールというものがあります。これ選択をした上で、このテキストを覆うように長方形を作りましょう。はい、そうすると赤い図形が文字の上に乗っかっている状態が出来上がりました。今このタイムライン上でこのように2つレイヤーがあるんですけれども、こうならない人がおそらくもしかしたらいるかもしれません。それはなぜかというと、一旦そっち話しちゃいますね。はい、このように文字がある状態でテキストのレイヤーをクリックをした上でこちらの長方形ツールを選択して、こうやって文字を覆うと、この1つのレイヤーの中にさらにレイヤーを作る状態になります。はい、僕はあまりこういうふうにはしたくなく、まあタイムライン上で視覚的に今現状を把握したいからレイヤーを分けるようにいつも作ってるんですけれども、テキストレイヤーを選択した状態で長方形ツールを使うと、このようにテキストレイヤーの中にさらにこのようにレイヤーを分けされて、長方形が作られるので、長方形を作る際にこのテキストレイヤーを選択するかしないかでこのような挙動がの違いが生まれます。はい、ここでパニックにならないように気をつけてください。僕はテキストレイヤー選択せずに長方形ツールを作ったので、このようにタイムラインに2つレイヤーがある状態になります。ちょっと分かりやすいのでこのやり方で進めていきます。で、長方形ツールを作ったら、今レイヤーの一番層が見えるようになっているので、まあ、レイヤー構造は一番上の表示が優先されるので、テキストの下にこのように図形を持っていきますと。でこの図形のレイヤーをクリックした上でこのねタイムラインのプレビューの方を触っていくと、このように長方形を自由に伸縮することができます。先ほどはこの中心を基準にこのシェイプ図形が広がっていったんですけれども、こちらのやり方だとこのように自由に縦横伸ばすことができます。はい、まあ、シフトをしながらこうやって調整したら
このようにね倍率は揃えた上で大きくなったりするんですけれども、まあ、こうやって図形を調整することができるので、例えばもう分かりやすいのは、まあ、こういった文字の背景にだけ図形を入れたい場合ではない場合分かりますか。このようにテキストのよいしょ背景に加えて下の画面全体にも図形を入れたいなっていう場合はこういったやり方をおすすめします。はい、で図形の色の変更の仕方はこちら、レイヤークリックした上でエッセンシャルグラフィックスの編集のシェイプ01をクリックしてアピアランスのところで色を変えることができます。このように、まあ、白文字だからちょっと濃い色だとね、目立ったりしますね。このようにね、はい、これがテキストの背景の作り方でした。なのでそういったテキストの背景にだけシェイプを入れたいのかそれ以外かでこのやり方2つ使い分けてみてください。中地のクリエイティブ大学ということで今回の動画は以上になります。大きくやり方2つあると説明をしました。テキストの背景にだけ図形を入れたい場合とテキストの背景に加えて画面の下全体図形入れたいなっていう場合でね、やり方は使い分けてくださいと。でちなみにこういったテキスト背景のことを座布団と言ったりします、業界用語で。なのでもし仕事の中でこちら座布団でお願いしますかね、座布団付きでお願いしますみたいな話だったら、あテキストの背景をつけろってことなんだなっていうふうに覚えておくといいと思います。ということで高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いいたします。ということでどうですか最近調子いいですか。たまにはコメントで話しましょうたまにはね、たまにはいつもコメントしてないけどそんなに言うならちょコメントしようかなみたいな。ありがとうございました。